藤井貫一郎は奈良県御世市出身の競馬の騎手。JRA 立冬トレーニングセンター所属。オーストラリアでは上フジの愛称で知られている。小学6年の時に藤井奇跡が勝った弥生賞をテレビ見て騎手に憧れ、実家から近い京都競馬場や阪神競馬場に父に連れられよく行っていた。憧れていたのは竹豊とランフランコで通りで当時からビデオを見て、 企情を真似していた。中学3年の時に JRA の競馬学校の受験を考えたが、体重が規定の 43kg 以下に落ちず断念。同じ時期にオーストラリアは日本より比較的容易にライセンスが取得できると知り、現地でちょうど日本人向けの競馬学校がオープンしたことも契機となり、15歳で単身オーストラリアに渡り、競馬学校に入学。2001年に、 ニューサウスウェールズ州で見習い騎士免許。2006年に同州で騎士免許を取得。以後、シンガポール、マレーシア、韓国など世界13カ国、約70カ所の競馬場で騎乗。2007年3月23日、シンガポールのクランジ競馬場で行われたチェアマンズトロフィーをトリガーエクスプレスで優勝し、重賞初制覇。 2009年11月22日に乗馬インストラクターの女性と入籍したことを発表した。2012年11月4日、富山喜び南競馬場で行われた継承、南道地自杯でガンダニバダで優勝し、韓国での重傷初制覇。同年12月9日には、ソウル競馬場で行われたグランプリをガンダニバダで優勝し、 外国人機種による韓国 GI 初制覇を果たした。2013年5月19日にはソウル競馬場で行われたコリアンダービーをスピーディーファーストで勝利し、外国人機種による初のコリアンダービー制覇を成し遂げている。2013年11月に韓国通算100勝を達成。2013年は約470戦中一度も制裁を受けず、 年末に富山喜び南競馬場のフェアプレー機首相を受賞した。2015年6月7日、JRA 所属場のエスメラルディーナでルクソムカップに優勝。JRA 所属場での初勝利を挙げた。2015年7月1日、地方競馬全国協会は短期騎士免許を交付したと発表。免許期間は7月1日から9月30日までで、 北海道競馬の田中厚し級者に所属する。同年7月15日、門別 1R をハッピービータで制し、これが日本での初勝利となった。勝負服は、銅水、袖青、白三本輪。2015年8月23日、札幌1 r クローバー賞で、コパの未来に騎乗し、JRA 初騎乗。2016年10月から2019年1月に、 かけて、南関東公営競馬で、期間限定起場を、計3回行った。20万1610月24日から2017年1月13日までは、多い、2017年4月1日から6月30日まで、川崎、2018年10月8日から2019年1月7日、までは、多いで起場。2018年10月11日、 JRA 騎種免許試験の第1次試験に6度目の受験で合格。その後、第2次試験に臨み、2019年2月12日、騎種免許試験に合格したことが発表された。過去5回不合格となったことについて、公正競馬という観点から人間性が試されたと思う。海外企業での制裁証明書などを JRA 側に提出した。 JRA を目標にしてきた思いが伝わったのだと思うと語っている。同年3月1日より JRA 立冬トレーニングセンター所属のフリー機種となり、横山がはじめ以来27年ぶり2人目の国外デビューの JRA 日本人機種となった。2019年3月2日に阪神でデビューし、デビュー初日から重症チューリップ賞にも起場した。 翌週の3月9日、阪神 5R、新馬戦を14番人気、シュッドバデルで制し、通算14戦目で JRA 初勝利を挙げた。同年には、喫花賞で GI に初起場した。2020年3月20日、フラーカップをアブレーズで制し JRA 重賞初制覇。ありがとうございます。